それでは、そろそろお時間になりましたので、開始したいと思います。本日はモジュラジャパン主催アプリ事業提供事業者向け FirefoxOS セミナーにご来場いただきありがとうございます。それではまず最初のセッションですが、 FirefoxOS 概要、モジュラジャパンマーケティングマネージャー安江俊介よりお話をさせていただきます。本日の資料ですが、セミナーの、ページの方に PDF の方が掲載されておりますので、そちらよろしければご覧いただければと思います。それではよろしくお願いいたします。どうも、皆さん、こんにちは。こんにちは。本日はお忙しい中、多数の方にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。まず第1部ということでですね、FirefoxOS の概要について、簡単にお話をさせていただきたいと思います。まずですね、我々、モジュラがどのような形で FirefoxOS を作るにあたって取り組んできたかというところを、まず最初に皆さんとシェアさせていただければと思います。そこからFirefoxOS の成り立ちと特徴、そして、アプリを開発していく上でのですね、さまざまなメリットについてお話ができればなと思っております。それではよろしくお願いいたします。まずですね、モジュラと FirefoxOS の関係ということでですね、ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。我々モジュラなんですけど、世界で約1200名、そしてそのうちの開発に関連する技術者が600名という形で、我々現在活動しております。そしてその中でですね、大きなミッションとして持っているものがここにあります。世界中の誰もがですね、インターネットの経験をですね、を、失礼しました。インターネット経験の恩恵をですね、公平に享受できていくこと、これをですね、目指しているというのが我々の非常に大きな使命でございます。そして、そこで生まれてきたものがこの Firefox ですね。もうすでに皆様のデスクトップや、あるいはそのスマートフォンの上で、ぜひご愛用いただいていたら嬉しいかなと思います。そしてこのすべてオープンソース化されたブラウザーでもありますし、さらにですね、開発プロセスもオープン化されているかというところがですね、非常に他のブラウザーとは大きく違うところでございます。そしてこのオープン性を用いてですね、非常に大きな動きが起きております。これがですね、オープン性とコミュニティのパワーという形で書かせていただきましたが、本当に我々社員だけではなくてですね、本当に多くの方々、一般のそのユーザー様、あるいは企業のユーザー様等がですね、本当に皆さんが参加できる環境というものがこのオープン性の中に含まれております。ですので、世界中の方々が OS、後ほどご紹介させていただきますが、FirefoxOS の開発に関する部分、あるいは今の Firefox のブラウザーに関する部分などですね、そういった部分に参加していただくことが可能になっており、また普段からですね、多くの議論がなされております。そして日本でもですね、本当に例えば日本語化、ローカライゼーションという形でもですね、多くの方々がご参加していただいております。それはブラウザーだけではなくですね、文書、技術系のドキュメントの方のですね、翻訳等もですね、皆様のお力によって進められているというところになっております。非常に大きなパワーという形になっています。そして、そういった形で我々さまざまな製品が生み出されております。そして今回ご紹介させていただくのが、この FirefoxOS に関する部分と、そしてそこの上でできるそのマーク、このロケットマークのですね、アプリケーションのところ、これはこのマークは一応Firefox を、マーケットプレイスのマークでございます。ではですね、この FirefoxOS の成り立ちと特徴ということで、簡単にご紹介させていただければなと思います。まずですね、その取り巻いていた環境ということでですね、お話をさせていただきたいと思います。まず、ウェブを OS のプラットフォームへどん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 広げていこう、そしてその準備もできていたというところが非常に大きくありますね。そしてそれによって次に生まれてくるものが、既存のエコシステムの壁を壊していくということにつながってまいります。そしてさらにその先にあるのが、ウェブの環境、次の数十億人にということですね。この数十億人というところ、まさに人ではあるんですけど、また、後ほどご紹介させていただきますが、これが最近のお話ですと IoT とか WoT といったですね、そういったもの同士のつながりを、さらに Web を通じてつないでいこうというのが我々のコンセプトとしてございました。そして、今ご紹介させていただいたような形ですね、これまでウェブの普遍性、あるいは誰でも使えるという環境がですね、ただまだまだモバイルの世界では特定の企業さんの方向性だったり、そういったものによって生まれたエコシステムの中でどうしても閉じられてしまうということが起こり得てきました。
そんな中ですね、Firefox OS がですね、中心となって、このウェブの世界と、そしてモバイルの世界をどんどんつないでいこうというのが、Firefox OS の最初のスタートという形になりました。そしてもうすでにですね、さまざまな広がりを見せているものですが、Firefox OS はさまざまな広がりを見せています。そして今ご紹介させていただいたように、ウェブとモバイルの世界だけではなくてですね、本当に幅広い、先ほど少し触れました、Web of Things ということで、ウェブでつながったですね、ウェブを共通基盤としてさまざまなデバイスに使われ、そしてつながり合っていくといった、そういった世界をですね、我々は Firefox OS を通じた形で実現していこうというのが、コンセプトとしてございます。では実際ですね、Firefox OS の世界をどのように広がってきているのかというのが次のチャートでご紹介させていただくところですね。すでに、2013年のモバイルワールドコングレスのところで発表されてからですね、すでに29カ国、そして16キャリアの、パートナー様によって Firefox OS の端末というものが出されております。特にその例えば25ドル端末という形でお話聞いた伺聞かれたこともあるかもしれませんが、特にこう発展途上国向けにですね、スマートフォンが使えない、これまで非常に高い、高価なものだったところに、さらにこう安いものでもこうインターネットの世界をお使いいただけるようなものとしてこう広がってきている、それが多くありましたが、またさらにですね、最近例えば、2014年ですね、昨年の12月23日に発表がありまして、そしてリリースされたのが KDDI 様の、Firefox OS 搭載のスマートフォンということで FX0 ですね。すでにひょっとしたら皆様もFX0 をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。Firefox OS 搭載された端末として非常に高いレベルのデバイスで、高いレベルで高機能なものを実現されているというデバイスでございます。 LTE の機能、あるいはWeb の API をさまざまな形で、実装しておりまして、また、NFC の機能等も実装されているというところですね。この中で特に KDDI 様がこういったオープンのソフトウェアに関してですね、非常に多く積極的に取り組まれて、そしてこういった素晴らしい端末をリリースされたというところは非常に特筆すべきところなのかなというふうに考えております。そしてこの Firefox OS なんですが、すべてウェブの技術であるということが非常に重要なキーワードにはなってくるかと思います。このあたりのお話はですね、また後ほど詳しくご紹介させていただきます。こういったですね、このベースとなる Firefox OS のですね、使った形でどのような形で開発していくことによってメリットが生まれてくるのか、あるいはその開発するプロセスによってどんなメリットがあるのかというのを本当に簡単にちょっとまとめさせていただきました。またこれから次の2つのセッションの中でですね、詳細は皆さんにぜひシェアさせていただけたらなと思っております。まずウェブの力ですね、一般的なウェブ技術で開発が可能であるということですね。 HTML5、CSS、JavaScript といった技術を使うことによってですね、比較的容易にアプリケーションの開発というのが開始が可能になってまいります。そして開発環境の構築の容易さというところも一つポイントになります。皆様がお使い の Firefox のですね、デスクトップ版の Firefox をベースとした形でですね、開発環境というのはすぐに構築することが可能になってまいります。そして我々のその一つキーワードでもあるオープン性というところも重要ですね。標準アプリのソースコードも公開されていたりとかですね、あとはクロスプラットフォームということで、例えばFirefox OS 向けに作ったアプリが必ずしもFirefox OS の中だけでしか動かないというわけではございません。例えばデスクトップ版にしても、あるいはそのモバイル版の方のものでもですね、幅広い形で作成されたアプリケーションをですね、他の環境でもお使いいただくということが可能になるというのが一つ大きなポイントかもしれません。そして WT、IoT への拡大ということで、さまざまなデバイスへどん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 拡大していきます。これはですね、後ほどもう少しご紹介させていただきますが、すでにこの動きというのはもう現実にどん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 なってきているというところでございます。ですので例えばスマートフォンだけではなく、あるいはデスクトップだけではなく、またさらに別のデバイスの方でもですね、利用用途が広がってくるということでですね、さまざまな可能性が出てくるのかなというふうに感じております。はい。で、Firefox マーケットプレスの方でですね、ご利用いただけるようなアプリということでですね、ちょっといくつかピックアップさせていただいたものになります。
このあたりとかですと、特にリクルート様がお作りになられたところですね。ちょっと名前があれですけど、フォトペッパー、あとジョルテ、あるいはフォトペッパービューティーとかですね、カメラ、そういったものも出されていらっしゃいます。あとは楽天さんとか LINE さんとかですね。あとは日本ナビタイムさんもそうですね。これはFX0 の方にプリインストールされている形でご提供されていらっしゃいます。そしてまた海外でもさまざまなアプリケーション等がですね、作られてきているというところですね。LINE さんとかですとですね、テレフォニカさんというスペイン の事業者さんがあります。そこかテレフォニカさんから出されたデバイスですね、 FXOS に搭載のですね、スマートフォンからですね、としてリリースされたデバイスにですね、プリインストールされた形でスペイン語圏 の幅広いユーザー様にお使いいただいているということですね。このようにさまざまな形でですね、もうすでに多くの企業様あるいはユーザー様によってですね、作られてきているのがこの今 Firefox、マーケットプレイスの中でのですね、動きでございます。そしてこれはですね、先ほども少し触れましたが、端末、例えばその携帯電話、スマートフォンやあるいはデスクトップ以外にもですね、幅広い形で、次のデバイスということに広がってきております。例えば、まさにこちら FX0 ですね、 KDDI 社の FX0、 そして2015年1月ですね、CES の方でパナソニックさんから発表がありました、FirefoxOS が搭載されたテレビですね、こういったものも出てきております。そしてまたこれ HDMI のドングルですが、これはマッチスティックさんという方、企業さんがですね、作られたものです。 FirefoxOS が搭載されてですね、そして簡単に言えば Google さん の Chromecast みたいな形で、幅広いデバイスがこうテレビに投影できるような、そういったものになっています。これは今年クラウドファンディングでキックスターターでした。あれで資金を調達しましてですね、今年リリースをされていこうかなというところですね。あとまたですね、日本の中でもですね、コミュニティの方々 その取り組みの一つとして、オープンハードウェアというものがございます。モジュラファクトリーというですね、コミュニティ の活動の中でですね、例えばハードウェアにしてもソフトウェアにしても、その開発のステップをすべてオープンの形で、こういったボードを作っていらっしゃいます。そして今これがまさに最新版で、こういったものもですね、すでに作られているというところになっております。また同時にですね、KDDI さんの端末の下のところにあります、こういったボードもですね、KDDI 様の中でもですね、FX0 と連動をですね、実現していくためのオープンウェブボードという、こういったものもございます。このような形でですね、一つの携帯電話、あるいはスマートフォン、あるいはそのデスクトップにとどまらずですね、アプリケーションを利用できる用途というのは、どん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 広がってきているということですね。そして今回ですね、さらに、こういった形でこう出てきているんですが、またさらに別 のデバイスという形でもですね、どん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 世の中に FirefoxOS がですね、広がりというものが出てきています。これがまたウェブの広がりに対してですね、さらに大きな力になってくると思います。そして今回ですね、私からちょっとご紹介させていただくというよりも、直接その方にですね、来ていただいて、そして今回ちょっとお話をしていただこうと思いまして、お招きさせていただいた方がいらっしゃいます。パナソニック様からいらっしゃいました上月様ですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、すいません、ご紹介いただき、失礼しました。ご紹介いただきましたパナソニックの上月と申します。よろしくお願いします。本日はすごく貴重な時間を頂戴しまして、少し我々の取り組みについてもですね、ご紹介をさせていただきたいなと思っております。ここで今ご紹介ありましたけれども、今年のCESでですね、テレビの方で、FirefoxOS 搭載ということで発表させていただいているんですけども、実はちょっと私はテレビとは違う人間でして、またちょっと違ったところをお話しさせていただきたいなと思っています。でですね、いきなりなんですけど、800万世帯、これ何の数字かということなんですけれども、日本の国内のですね、世帯数っていうのは、約5200万世帯あるんですけれども、800万世帯というと約その 15% ですね。この 15% の人が、お使いになられているものがあるということなんですけれども、ケーブルテレビなんですね。でケーブルテレビの、しかもこれは有料多チャンネル放送サービスですね、お金を払って見ていただいている方が、これだけいらっしゃる。少ないようにも思いますけど、
800万ってすごい数だと思います、ね、はい、15% の方、この中でもあのケーブルテレビ見られてる方いらっしゃいますか。2、4、5、だいたい10人ぐらいですかね。あの今日確か80人ぐらいと言われてましたので、だいたいこれぐらいの比率かなという感じはしますけれども、で、あのケーブルテレビのそのユーロタチャンネルって何かっていう、あのご存知の方も多いと思うんですけれども、あのスポーツですか、アニメ、海外ドラマ、あと時代劇とかですね、あの、まあ、非常にあの趣味ですね、指向性の高い番組というのを、まあ、有料で放送されているというのとですね、あとはケーブルテレビというのは地域に根ざしたものですので、その地域ごとのですね、情報ですね、まあ、生活情報であったり、あの地元のイベントであったりですね、まあ、そういったものをあのケーブル局自身があの番組を作って放送すると、大きくこの2つのサービスをされていると、まあ、テレビサービスをされているということになります。でそれでなぜパナソニックがという話なんですけれども、次にこの有料多チャンネル放送を見るにはどうしたらいいかという話なんですけれども、あの単純にあの皆さんもテレビはお持ちかと思うんですけど、そのテレビにつないでも見れないということになるんですけれども、セットトップボックスというの機械が必要になります。でこれはあの、まあ、簡単に言ったら受信機ですね、あのテレビの下なんかに置いていただいて、テレビにつないでいただくと、でケーブルテレビの信号を一旦その受信機で受けてテレビに移すということになります。そのボックスをですね、我々パナソニックがやらせていただいてます。でですね、あの今回ここに立たせていただいたんですけれども、この度 Firefox OS を搭載しまして、 HTML5 対応したこの STB というのを発売いたしました。昨年ですね、2014年の12月に発売したモデルになります。はい、まあ、なかなかですね、これあの一般に販売されている市販品ではありませんので、あのケーブル局様が導入いただいて、その皆様 の, あのお住まいの地域の局さんが導入いただいてですね、初めてあの皆様があの申し込みをすると、こういった機器が来るということになるんですけれども、まあ、こちらあの発売の方させていただきまして、まあ、これからですね、あのパナソニックとしてもこの Firefox OS、 それから HTML5 ということで、まあ、オープンでグローバルなこのエコシステムの上でですね、より、まあ、皆さんがですね、より便利で楽しく生活豊かになるようなことをですね、サービス、アプリというものを提供していきたいなというふうに考えております。で、まあ、我々自身がですね、いろんなものを考えていくというのをあの提供していくということも考えていくんですけれども、今度ですね、5月にアプリジャムなんかも開催しようかなというふうに考えています。このボックスを使って、このボックスの上であのアプリケーションを動かすということで、まあ、いろんな皆様のですね、いろんなアイデアをぜひですね、出していただいて、新しいものをちょっと生み出していきたいなというふうに考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そうですね、本当にこういった形であのパナソニックさんもあのこういった形であの活動されていらっしゃいまして、またあのアプリジャムの方ですね、非常に楽しみになってくるかなと思います。ぜひ皆さんもですね、あのぜひご参加いただけたらなと思います。はい、ということでですね、まあ、我々、Firefox OS を使った形でですね、あのウェブが汎用プラットフォームになって、そしてまあモバイル、まあ、最初はモバイルだったかもしれませんが、どん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 世界、閉じた世界がどんどん広がっていく。そしてその広がりがですね、モバイルだけではなく、あの本当にあまねく、広がるウェブ環境ということで、ウェブスイングス、今、上月様からもご紹介ありました、STB のような形でですね、本当に幅広いあの装置でですね、ウェブの世界が広がっていく、そのための貢献の活動という形になってまいります。で、まあ、こういった形での活動がですね、あの幅広い、可能性というものを生み出しているかと思います。この、まあ、一つの本当にこう閉じたそのモバイルだけではない、もっと広がったその世界で の, そのアプリケーションというのはどんなものができていくのかというところをですね、ぜひすでに皆様の中ではあのアプリケーション、何かこうもうイメージとしてお持ちのものもあるかもしれません。そういったものがどのような形で実現していけるかというところですね、あのこれから2つのセッションの中でですね、具体的なお話をさせていただければなと思っております。ご清聴ありがとうございました。